米兵引逃げ事件。米兵引逃げ事件は、在日米軍兵士が、運転する車で、被害者を引き、救護等を行わずに逃走し、その後死亡させたとして、道路交通法違反と業務上過失致死の罪に問われた、日本の刑事事件である。本件は、刑法分野における因果関係について、従来、 通説と異なる判断を行ってきた最高裁判所が通説に近い判事をしたとして注目される事件でもある。在日米空軍横田基地に勤務する無休兵、被告人 X とその友人、空軍三等兵 M は1965年8月4日20時頃、M が自身が所有する普通乗用自動車を運転し、X が右側助手席に同乗して、 在日米空軍立川基地から新宿方面へ走行していた。途中、M の依頼を受けて、運転免許停止中にもかかわらず、X が運転を交代し、新宿付近から甲州街道を立川方面へ運転していた。被告人らが運転していたのは、外国車、しぼれ1955年がダセダンであった22時28分ごろ。 信号機の設置してある交差点に差し掛かったところで先行する2台の貨物自動車を追い越した。その際、被害者 Y の自転車に自社を衝突させた。Y は道路左端を X らと同じ方向に自転車で走行していたが、前期交差点で右方向へ方向転換したところであった。Y は引かれた衝撃で X らの屋根の上に跳ね上げられて失神し、 横たわったままになった。X らは事故を起こしたことには気づいたが、逃走を図った。しかし、車の屋根の上に Y がいることに気づかなかった。そのまま約4キロメートルほど走行した後、助手席に座っていた M が Y に気づいた。そこで M は Y を屋根の上から引きずり下ろしたため、Y はアスファルト舗装された路面に叩きつけられた。しかし、X らは 救護等必要な処置を行わず、その場から逃走した。Y は、調布市内の病院に搬送されたが、翌日6時47分頃、死亡した。その後、X らは、横田基地内の米空軍憲兵隊へ自首した。検察官は、被告人 X を次の罪状で起訴した。なお、同乗者 M も、救護義務違反、保護者遺棄罪で起訴された。原晋は、 東京地方裁判所八王子支部で行われ、懲役一年の判決がなされた。裁判において、専門家による鑑定が行われたが、Y の直接の死因がなのかなのか特定することができなかった。しかし、原審は、この鑑定書を検討するときは因果関係を認めるに十分であると判断した。被告人側が控訴した。 検診は東京高等裁判所で行われ、控訴を棄却する判決がなされた。X の弁護人による控訴主意書のうち、X によると被害者の死との因果関係については、義があり、により生じた障害が直接の原因であるという点については、一般的に観察してその行為によって、その結果を生ずる恐れのあることが、経験則上当然予想し得られるときは、 たとえその行為が結果発生の単独かつ直接の原因ではなくその間他人の行為が介入して、その結果の発生を促進助長したとしても、これによって因果関係は中断せられず、先の行為を成した者は、その結果の発生に原因を与えたものとして、責任を負うべき判事した。すなわち、本件において被害者の死にが一因を与えたことは否定できないが、 被告人によるが、被害者の死を招くのは経験則上当然、予想を教えられるところであるら、同乗者によるの介入によって、被害者の死の結果の発生が助長されたからといって、被告人は、被害者致死の責任を免ることはできないと判断した。被告人側が上告した。最高裁判所第三章法廷は、被告人側の訴えを棄却することを全員一致で決定した。 ただし、原判決の、から被害者の死の結果が発生することは経験則上、当然に予想できるから因果関係を認め、業務上過失、松室の罪を認めた判断については、以下のような誤りがあると判断した。すなわち、本件は、被害者の死の原因が、かか確定できない。さらに、が介入することは、経験上、普通、予想を教えられるところではないものである。 このような場合に、被告人のから被害者の死の結果が発生するとは、我々の経験則上当然予想し得られるところで、あるとは到底言えないため、X のと Y の死の結果との間に因果関係は認められないと判断した。以上から、X に業務上過失致死の責任を問うことはできず、による業務上過失障害に留まるということになる。しかし本件では、 被告人は救護義務違反の罪にも問われており、かつ、業務上過失致死と同障害の法定刑は同一であるため、被告人の形跡が業務上過失障害にとどまるにしても、本件犯行の対応等から見て、一審判決の下量刑は、不当とは認められないから、右誤りは未だ原判決を破棄しなければ、著しく正義に反するものとは言えない。とし。 原審の量刑判断を指示した。参照法上本事件では、被告人が被害者を車で引いてから死亡という結果が発生するまでに第三者の行為の介在があった可能性があり、被告人の行為と発生した結果の因果関係が明確でない。加えて、争点である因果関係について、従来の判例と異なる傾向の判断がなされた。そのため、本事件は、 刑事法における因果関係の範囲について争われた事例として取り上げられる。刑法では、行為者が行った行為と発生した結果との間に因果関係がある場合、結果についての責任が行為者に客観的に軌跡する。しかし、日本においては、刑法上の因果関係について、判例、学説の間で争いがある。判例は、原因となる行為がなければ、 結果が発生しなかったという条件関係があれば、因果関係を認めてきた。一方、学説内でも諸説あるが、通説は、条件関係だけでなく、その条件関係に相当性を求める相当因が、関係説である。本件では、第三者である同乗者の行為の介入が、経験則上当然予想できないとして、因果関係を否定している。そのため、 従来の判例では採用されなかった相当因果関係説の立場に近い判例とされる。ありがとうございます。